それではまず大会主催者のエリック様より挨拶です。今年も多くの武器が美しい赤色に染まり、わしは大満足だ。しかし盛り上がるのはやはりここから。決勝戦こそ聖なる喧嘩祭の目玉と言える。大観衆を満足させる戦いをしてみせよう。頼むぞ、期待してるぜ。ベリク様ありがとうございました。それでは決勝戦を開始したいと思います。お待たせしました。頂上決戦に挑む新たな挑戦者、キリト選手の入場です。盛大な拍手を。キリト、キリト、キリト。キャー、キリト様かっこいい。俺ヒーローみたいになってる。美人の声援があるからって鼻の下伸ばしちゃって、アスナさんに言いつけようかな。そこのセコンドさん、試合前に不安を植え付けるのやめてもらえます？さて、今年もやはり勝ち上がりました。去年一撃でソルティリーナ選手を沈めた想像を絶する剛腕の持ち主です。リーナ先輩を一撃？どんな怪物なんだ？さあ、魔王君臨の時間だ。ひざまずけ大衆ども。そう言わんばかりの貫禄を引っ提げて、前年度優勝者ウォーレク選手の入場です。少年よ、気をつけろ。彼は魔装を手に入れているのだ。魔装？その名は花月。昨年遺跡の地下深くで発見された一品で、触れればたやすく物を断つ瞑想ではあるが、いつの間にか持ち主を狂気に陥らせてしまう魔装でもある。なんでそんな危ないものを商品にしたんだよ。喜ぶと思って、現に彼は喜んで持ち帰ったし。体が変化した。人じゃなくなった。どういうことですか？わしに聞かないでくれ。おそらくだが、あれは魔装じゃなくて、使用者のリソースを糧に肉体が滅ぶまで食らい尽くす魔獣。いや、持ち主を変化させるなんて力が強すぎる。神獣、もしくはそれに近い存在なのか。おお、恐ろしい。どうしてあんなものが世に出てしまったんだ。おじさん、風穴開けられたくなかったらちょっと黙ってて。ハスナ、みんなを避難させろ。さあ、みんな試合場から出て。うわあ、殺す、殺す、すべて、すべてよ。なんなのよあいつ。私たちも加勢するわ。いや、喧嘩祭の優勝が決まる一戦なんだ。俺一人でやらせてくれ。何言ってるのよキリト君。そうですよキリトさん、こうなったらもう関係ないわよ。ここはタオルを投げる時だよね。そんなにルールが気になるなら。わかった、乱入を認める。だからそんな怖い目でこちらを睨まないでくれ。だそうよ。許可は出たわ。みんなの気持ちは嬉しいよ。だけど俺はリーナ先輩を倒してここにいる。先輩やみんなから託された思いは、あんな魔装なんかに絶対に負けない。キリト、わかったわ。
キリト君。その代わり、キリト君が危なくなったら、みんなで助けに行くからね。ボコボコにしてやるんだから。みんなありがとう。こんなに心強い応援はないよ。きっと鉄樹開花の槍もキリトの思いに応えてくれるよ。ああ、ヘイレシ君、俺の戦いを見ていてくれ。決着をつけるか。見事ウォーレク選手を打ち破りました。
素晴らしい名試合だったぞ。キャー、キリト様最高。あ、司会続けてたのか。ていうか観客席に人が戻っているし、あ、いや、それよりマスオはどうなった。槍は折れたな。ウォーレク選手も人間に戻ったか。槍が消えていく。天命が尽きたのか。いや、歯の部分だけが残っている。それでは勝利者にお話を伺いましょう。キリト選手、猛攻の王者相手にひるまない勇敢な立ち回りでしたね。いや、終始おっかなびっくりで。終盤かなり押されていましたが、その時何を考えましたか。大事な人を守らなきゃって、そればっかりを。美しい心がけですね。ではその大事な人に向かって一言どうぞ。勇者、見たか、勝ったぞ。僕？うん、見てたよキリト。リズさん、顔が劇画みたいになっていますよ。気持ちはわかりますが、ここでその表情は。私はいいとしても、二人が仲良くて嬉しいな。キリト君、お疲れ様。いつもと同じ口調なのに、なんか複雑ね。ねえ、可能性としてありなのかしら。何が？キリトとユージ、このまま仲良くなり続けたら、行き着く果ては友情という一線を越え。ない、ないよ。だってキリト君は、キリト君は、キリト君は最近ユージオさんと仲が良すぎるでしょ。考えすぎですよ皆さん。キリトさんは確かに無自覚に女の子の特別になっちゃいますけど、無自覚といえばユージオさんが言っていました。砂漠で二人きり、美しい星明かりの下で、胸が熱くなるようなことを言われたそうです。女の子だったら惚れちゃってもおかしくなかったなんて冗談めかして語っていましたけど、ユージオさんの目は恋する女の子そのものでした。あるわね、可能性。さあみんな、キリトを迎えに。あの、僕に攻撃力の高い視線が集中しているような気が。いえ、なんでもないのよユージオ。今はね。みんな、どうして迎えに来てくれなかったんだ。あんたね。よしなさいリズ。どういうこと。なんてユージオ、なんてつねん。ごめんアスナ、でも僕はその、違うよ、違うからね。僕にはアリスが。何のこと？ちょっとみんなどうしたの？いやー、さすがアスナね。でもでも油断はできませんね。すいません、閉会式典を始めるので移動お願いします。あの空気、一体何だったんだ。その後、俺たちは閉会式典に参加した。怪物に変わったウォーレク選手も人間に戻り、今度は人間として戦おうと約束を交わした。ベリックから優勝賞品を授与された。琥珀のような宝石のはまった指輪だった。宝石の中に小さな虫が見える。虫の指輪ということは、虫の武器とかができちゃうのかな。キリト君、どうしてそんなキラキラした目で見返してくるの。作れないよね。
いやいや見ろよアスナ、この虫やばいぞ。鎧みたいな殻、風を切り裂かんばかりの翼、鋭い流線形。見ないよ怖いもん。へえ、戦うために生まれてきたような虫だね。ユージオさん分かってらっしゃる。これをリソースにして武器を作ったらきっとかっこいいぞ。小さな虫の大群を操れる武器とか作ったら今後一切キリトに近寄らないわよ。すっごくでっかい虫を召喚できる武器かも。その方がおぞましいわ。寝ている間にハンマーで叩き折るしか。折るなって。ねえ、他の景品に変えてもらいなさいよ。で、聞いてる？甲虫系だよな。防御力上がりそうだ。この流線形だと手数の稼げる早い武器にもなりそう。インセクトフォルム、高機動重工型ヘビーアームとか、かっこよすぎて作る前から目がくらむ。キリトが何を言ってるのか全くわからないけど、響きだけですごくうっとりする。ダメです、キリトさんとユージオさん完全に少年の目をしてます。虫の武器を作る気満々です。叩き折るから安心して。だから折るなって。そういう男と男の激闘を制し手に入れた品々なんだけど、自己満足な武勇伝はその辺で終わらせて品をよこしてくれんかな。もうちょっと自慢させてくれよ。書類が溜まって忙しいのじゃ。ほれちぇ、今回はバッチリかっこいい武器にしてくれよ。わしに頼んでも無駄じゃ。武器の形状も性能もリソースにより変化するものだと説明したろうに。頼みます。システムコール。リソースが変化した。また剣じゃない。おお、これはこれは指輪の核となっておるリソースは、クイネラが世界を書き換える前に虫をすべていたとされる虫の王だったようじゃ。倒すまでには至らず封印するとはかなりの強敵だったのだろう。じゃが魔装の能力がその力をうまく抑えておる。名はそうじゃな、土ボタル、そう名付けよう。お前が迷えるとき、ホタルビのように行き先を照らしてくれるじゃろう。ああ、剣じゃないからとそうがっかりした顔をするな。次に行く先の候補もある。ティーゼからの情報じゃ、西帝国の氷河地帯に謎めいた城があるらしい。放置された城ということで宝が眠っている可能性は高い。危険な噂もある。しかし案ずるな、必要な人員は手配しよう。思わぬ相手に会えるやもしれぬぞ。わしが必要になれば気兼ねなく呼び出してよい。こちらも書類仕事が大変でな。良い気晴らしになる。おいおい、疲れた顔して大丈夫か。カーディナルに過労で倒れられたらセントラルのまとめ役がいなくなるんだからな。心配いらぬ、小さな愚痴のようなもの。さあ行け、キリト、ユージオよ。たまにはわしのことも思い出すのじゃぞ。もちろんだ。通信で無駄話もしようぜ。うむ、ただし皆には内緒でな。了解。